弁護士法人アディーレ法律事務所は日本の法律事務所。2006年に始まった過払い金返還請求案件で一気に拡大した事務所として知られる。2004年に石丸幸人によって設立され、2005年に弁護士法人化。主たる事務所は東京都豊島区に所在しているが全国各地に住たる事務所を開設している。 2021年4月時点で事務所数は62拠点、所属弁護士数は170名以上で国内8位。2000年代後半に起こった利息返還請求訴訟のブームとともに大量のテレビ CM の投下などで過払い金案件を大量獲得し、2011年頃には当初40名ほどだった5倍近くの弁護士数を抱えるほどに急成長したが、 2010から2015年の広告マーケティング活動が経費に表示法違反するとして2017年に東京弁護士会から2ヶ月の業務停止処分を受けた。設立当初は債務整理などを主に扱っていたが、過払い金請求市場の縮小により、近年では交通事故、離婚問題、刑事弁護、労働問題、B 型肝炎の給付金請求、企業法務など、 取扱案件を拡大している。事務所の名称であるアディーレはラテン語で身近なという意味で弁護士がもっと身近な存在となるように活動して行きたいとの思いから付けられた。テレビラジオへの出演や書籍の出版等といった活動も多い。5年以上続けられていた着手金の無料または割引キャンペーンについて期間限定であるとの広告を行っていたが、 2016年、消費者庁から、景品表示法違反に当たるとし、措置命令が出された。またこれに関して、懲戒請求を受けた東京弁護士会は、懲戒審査の結果弁護士法違反に当たるとし、本店はじめ、全85事業所を2ヶ月間の、石丸代表を3ヶ月間の業務停止処分とし、日本弁護士連合会副会長も務める淵上、玲子会長から、 極めて悪質な行為で長期間にわたって反復継続されているとの談話が出された。債務整理、交通事故、離婚問題、刑事弁護、労働問題、B 型肝炎の給付金請求など、主に個人向けの案件を幅広く取り扱っている。特に債務整理では、一部の消費者金融に関する専用の相談センターを設けるなど、力を入れて取り組んでいる。その他、 法人向けでは、企業法務をはじめ、事業再生、破産手続きや為替デリバティブ被害に関する案件も取り扱っている。本社の入居するサンシャイン60、一人でできる、過払い金回収完全ガイド、知らないと損をする。過払い金回収完全ガイドに関しては、2009年8月25日、名古屋消費者信用問題研究会が、同研究会編長の、 Q&A 過払い金返還請求の手引き第2版カ過払い金回収マニュアル、サラ金、消費者金融からお金を取り返す方法の著作権を侵害するものであるとして、弁護士法人アディーレ法律事務所及び同代表者、石丸幸人弁護士に対し、損害賠償と請求訴訟を名古屋地方裁判所に提起したが、2011年9月15日、同裁判所は、 上記の訴訟において、同研究会の請求を棄却した。名古屋地方裁判所は、著作権を侵害したとは認められないと判断した。これに対し名誉毀損及び不当訴訟の裁判を起こしたが、名古屋地犯対ら27.5、29にて請求をすべて棄却されている。ありがとうございます。